ピュイセル市は、フランス、奥下にー地域圏、タルヌ県のコミューン。旧名は、ピュイセルシアンイコールアルビジョは、イリスウモンと、監獄島村は、ベール川谷を見下ろす150メートルの高さの岩の、路頭の上に腰掛けている。グレシニエの森に近い、コミューンをテスクネ川が流れる。1259年には、ポジオセルソの名であったことが証明されている。 この地名は純粋なラテン語源である。ポディウムは高い土地、丘を指し、ピュイアピエ、ペック、プエッチは地方を意味している。第二要素のセルサスは標高が高いことを意味する。プセルシーは、ゆえに高くそびえる丘となる。ルネサンス期の住宅町は、戦士時代の定住地近くに、10世紀、オーリアック修道院のベネディクト会派。 修道士たちによって作られた。交通の要所にあるため幾度も包囲戦の舞台となり、特にアルビジョは十字軍においては下に四星度、モンホールが包囲した。ピュイセル市の城は1229年の盲城役によって解体された。城の跡地は1830年に一掃され、現在のグランサンロック広場となっている。町は1320年にも羊飼い十字軍が包囲し、 百年戦争中の1386年にはイングランド軍が包囲した。ピュイセル氏は武力で攻略されたことはなかった。1791年、サンナゼールド、ラロック、サンマルタンデュルバン、ノートルダムドメスプの住民と教区民は、ピュイセル氏から分離して新たなコミューン、ラロックを作った。コミューンの中心であるピュイセル氏存落は、 1850年までほぼ800人の人口をもって栄えていた。コミューンとしてのピューセル市は複数の集落から構成され、古くは教区であったラバル、サントカトリーヌ、ラカペル、サンジュリアンからなり、コミューンの総人口は2450人であった。第一次世界大戦と二度の世界大戦の戦艦期に起きた農村部からの人口流出でコミューンは活気を失った。 1950年代には全く捨てれてしまい、1960年代に水道の恩恵を受けたのみだった。コミューンが回復の傾向を見せるのは、ピュイセル市の住宅のほとんどを住めるほどに修復した別荘住民たちによってであった。アルジェリア独立戦争の終盤、フランスに協力したアルキたちとその家族を住まわせるための住宅地が1962年から建設された。住宅地は、 ラジャなど地区と呼ばれた。その後、ラジャなどは休暇用の集落に変わり、現在は定住者の住宅地である。現在、ピュイセル市の村の定住人口には、全体の30%に当たる98人の外国人が含まれる。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。 それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。